出てってやりましょうか。パンチコンボ、四角連打でパンチコンボ。フリンやっぱり弱くないですか。今ペチッと落としたよ。どうもこんにちは、タツーです。よし行こう。アンチャーテッド2、黄金島と消えた船団、やっていきましょう。そこか。はい、では行きましょう。隠れる。向こうを向いてるんで、こっちから行くかな。うん、こっちから行って、で背後から行きましょう。うん。あのバルコニーへ登らないと。この門なら登れるぞ。この門。オッケー。そこか。はい。うん。オッケー。成功。まあ、このステルス戦闘ってのが前作のエルドラドの秘宝では、まあ、ほぼあんまりなかったんですよね。それが今回の新しい要素。フリンめっちゃガンガン行くな。こっち向いてるんじゃないですか、あのおっさんが。大丈夫かな。今度は出て行こうか。出て行って即隠れる。そこかな。うん、そのフリンの後ろに隠れて。これ隠れられてんの。バレてるんじゃないですか。あ、ですよね。いかにバレずに敵の数を減らすかということがポイントになってきますね。ほんでは、こっち行こうか。はい。では、どうしようか。出てって、やりましょうか。パンチコンボ。四角連打で、パンチコンボ。フリン、やっぱり弱くないですか？今、ペチッと落としたよ。やっぱりなんか、運動神経悪そうなんだよな、フリン。早く、何をもたもたしてる。どこだ。門行ったの。どこ行ったの。お前は右、俺は左だ。よいしょ。あ、左ってこいつか。こいつをやればいい。こいつ出会い頭に、出会い頭にやってしまいましょう。八極拳。八極拳の鉄断工らしき技で倒して。ほんでと。こっちから、あ、その下にいるね。こいつ。はい。飛び降りてやっていきましょうか。良い夢を。あれ、フリンまた歩いてんだけど。え、もうやったの、フリン。そこにいたやつ。かっこいいな、お前。涼しい顔して。オッケー、この門なら。持ち上げて下をくぐれ。おい、おい、焦るな。別のアラームがある。マジか。お前がやってくれ。待ってろ。この上。ここでいいのかな。この上行って。あ、で、また線か。配線が、繋がってるんで、それを見ながら、うん。この配線を辿っていくっていう感じか。三角。あ、ここね。はい。OK。で、今上におっさんがいたね。フリンな、なんか顔もね、顔もいい感じにダサいんですよね。よしよし、いけ、よし、
急げ。落ち着け。ゆっくり。よし、屋根に登るには中庭を抜けなくちゃ。オッケー、警備員の始末はお前に任せる。わかった。本当に？噴水の方へ行け。噴水の方。敵結構いるんですけど、一人、二人、三人、いっぱいいんな。どっから行けばいいかな。まずこっち行って、でまずこいつ行きます。まずこいつやって、今のところあんまりステルスが成功してないんだけど、うん。で次にこいつ行きましょう。うん、かわいそう。まずい、まずいぞと見せかけて、うん、こいつやって、うん、良い夢。あ、この奥でいいのかな。あとはあの窓へ登る方法だけだ。どの窓だ。窓がたくさんありすぎる。この窓か。ここ、この上に登ればいいっていうことか。フリンがそっちにいるんで、それについていけばいいか。この上。うん。相変わらずこの、BGM もいいですよね。うん。で、上に行ってからの、ここで降りる。うん、OK。よいしょ。これで大体目的地に着いたんでしょうか。いやー、いっぱいいる。くそ、どうする。ここら辺で形勢逆転だ。ナイスアイデア。バカ野郎、何考えてる。落ち着け優等生。これはただの麻酔銃だ。致命傷は与えない。お前の両親も痛まない。本当かよ。ええ、なら使おう。よし、オッケー、アドバイスだ。こいつは射程距離が短いから近づいて撃て。うん、できるか。馬鹿にすんな、フリン先生。よし、近づいて撃つ。撃ち方は、撃ち方は今までと一緒なんですけど、うん、まず下のやつから行きましょうね。まずこいつ行って、うん、いいよ。あ、生きてる。うん、あいつ OK。で、次に近づいて、上にいる、上にいるお方、2人いるんですけど、まずあいつから行きましょうか。まずこいつから行きましょう。うん、あいつ OK。あとは、うん、ありがとう、フリン。これで、うん、これで全員か。あの通路、ちょっと、これはただの麻酔銃だ。致命傷は与えない。致命傷は与えない。お前の両親も痛まない。ちょっと、今の死んだんじゃないですか。これはいいぞ。どこがやねん。手を貸してくれ。あ、これか、カートを押す。これのことか。おっさんが死んだことがいいって言ってんのかと思った。いいの、これでいい。この上に乗って、で、ジャンプか。はい。あそこの梁から屋根に上がれる。梁に登れればな。先まで考えててよかった。ほうほう。なるほど。ありがとう、フリン。どうぞ。では、行きましょう。まあでも、どうぞって言いながら、結局、ネート任せな気もするよね。あ、照準で撃つ。うん、オッケー。で、感謝しまくれ。で、本作は、マルコ・ポーロの日記ってのがキーワードになっているんだけど、マルコ・ポーロは、絶対エレベーターを使おう。マルコ・ポーロは中世の冒険家ですね。
ベネチアから東アジアを旅して、で、その旅の最中に聞いた話を東方見聞録という本にまとめたことで有名な方です。シルクロードとか、あと黄金の国ジパングとか、そういうのを聞いたことがある方多いと思うんですけど、それがあのマルコ・ポーロが東方見聞録に残した伝記なんですよね。そこにお宝なんでしょう。なんじゃこりゃ。うん、象牙のチェスピース。はい、チェスのピースゲット。で、どこだ、どこに行けばいいんだ。あのマルコ・ポーロが中国に行った時に、中国の役人かなんかに、ここより東に黄金の国があるみたいな話を聞いて、で、確か中国では日本のことをリーペンとかジーペンって言うんですけど、それを聞いたマルコ・ポーロが、まあ、あのジーペング、ジパングというふうに解釈して、で、中国の東には黄金の国ジパングがあるという感じで広まったみたいなんですよね。その時にマルコ・ポーロが辿った道のことをシルクロードと呼ぶんですよね、確か。こっちも行けるけど、いや、こっちは行けないか。ここね、いつの間に不倫。いつの間に不倫。うわぁ、美しい。これは美しいね。よし、塔があったぞ。もうすぐ着くぞ。情報サンキュー、フリン先生。やっぱりね、あの前作も大変美しかったんですけど、今作はね、より進化していますよね、映像が。下におっさんがいますね。まあ、バレないように行きましょう。はい。で、このカメラワークがまた映画っぽくていいな。うん、普通に上に登って、で、ここかな。下は見ない、下は見ない。ほい、行きましょう。おっと、ありがとう、ありがとう、フリン。お前少し太っただろ。言っとる場合か。あー、クソ、やばかったぜ。お前、もうドーナツ禁止だ。そうだね。ドーナツ確か、一つで200カロリーぐらいありますもんね。まあ、ということはね、この間ドーナツを食べた時に思ったんだ。これを食べ過ぎるのはやっぱ良くないなと。お、そして、またワイヤーか。うん、お任せあれ。いきます。これあれか、前作に回った遠心力アクションか。ほい、いきます。うん、いつも通り。で、上かな。うわぁ、これは絶景ですね。あ、いるんだけど。はい、ステルス。警備がいるぞ、お前の上にいる。いや、もう行ったよ。もう行ってしまった。これは死んだね。普通に殺人ですよ。さっきまで麻酔銃がどうのこうの言ってたくせに。いや、まあそれはともあれ、いい景色だ。あっちも見てみよう。あちらも見てみよう。うわー、美しい。海沿いの街か。これは大変美しいね。この黄金塔と消えた船団も、今から13年前、2009年のゲームなんですけど、それでこのクオリティは本当恐れ入るわ。さて、どこに行けばいいのかな。フリン、どうしようか。あ、この上かな。ああ、いい眺めだ。お前の家も見える。さっさと行け。この上に乗って、で、ここか。はい、まだはしごがある。で、この上に行けばいいか。このどう見てもネートのために用意されている運転があって、下の方に警備員がいるぞ。お、いますね。 L2 で照準、 R2 で撃つ。うん、
ほい。オッケー。あそこか。まだ電気がついてる。照明は黒いが消す。安心しろ。あれが目的地。さあ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 、でこのまま上の方を歩いていけばたどり着くかな。そこにいますね。ちょっと待って、こいつまた後ろから行けるんじゃない。野蛮人、野蛮人って言った今、野蛮人って言った今。あーくそ、あんなに塔が照らされてちゃ近づけない。クロエは何やってる。ケンセイ、クロエ。うん、さすがクロエだ。ありがとうクロエ。あの前作ではね、ネイトは最後ヒロインのエレナといい感じになって終わったんですけど、今の様子を見る限りその関係は現在は続いていないっぽいっすね。早く早く。まああのその辺のこともおいおい話されていくんで。オッケー、これでいい。この後の展開を楽しみにしましょう。オッケー、行こうぜ。レディーファーストだ。いいね。言うと思ったよ。よし行くぞ。あったか。音響アラームがついてる。この鍵を開ける前にガラスに触れたら、はい、ジリーンだ。心配ないって。じゃじゃーん。よし、それじゃ。本当にそれだよな。確かめるならこうするっきゃない。悪いな、マルコ。バカ野郎。それ以外の手段はなかったのかね。ああ、くそ。おい、世紀の発見だってのに、なんだこれ。何の役にも立たねえ。強大なる藩の御光。ちょっと待てよ。何をしてる。松ヤニだ、燃える。だからライターを貸せ。ライ、火をつけるのか。本当にここで。早く。うお、見せろ。おお、我々の船は揚げ潮に流されてジャワ島にたどり着いた。津波に襲われたみたいだ。ああ、ボルネオの西海岸沖だ。プールでコンタクト見つけろってか。おい見ろ、きっとこの山が座礁した場所の近くにある。山を見つければ船も見つかる。だな、いい推理だ。待て待て、まだある。オーケー。で、まるで海が積み荷を剣をして投げ捨てようとしていた。シャングリラで乗せた積み荷、チンターマニの呪いよ。何か意味があるのか。シャングリラ、シャングリラ。分かったぞフリン。何が。マルコポーロはシャングリラを見つけた。シャングリラだ。まさか。もし彼らが石を持っていたなら、今も船にあるかも。かなりワクワクする話だが、もう行かないと。ああ、すぐ行く。いや、相変わらずワクワクしますよね。俺何してる。悪いな相棒、ここでお別れだ。こら、待てよフリン。俺たちの計画は。お前の計画だろ。俺にも計画がある。フリン、貴様。ああ、早くロープ投げろ。バカな真似すんな。ああ、そう。お前がボス、俺は下っ端。だが、お前は一つ見落とした。そうだろ。相棒。どうする？撃つのか？いや、しばらくおとなしくしてて。くそ。俺が船のことに気づいてないと思ったか？小学校のガキだって気づくぞ。おい、フリン、よく聞け。いい加減認めなよ。お前ははめられたんだ。ああ、
とはまだだ。警備員にハンデをやらなきゃ。よし、ゲームスタート。悪く思うなよ。貴様フリンよ。まあということで、早速フリンに裏切られてレーザーを避ける。まあとりあえず避けながら脱出していきましょうか。くるくる回って、おっと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 、どうすればいい。どうしよう。上から、あれ、これも八方塞がり、袋小路。どうしましょうか。どっかあるかな。上に行く、上に行くとかは無理か。どこかに行けそうな場所、あ、こっちか。こっち、こっち行きましょう。はい、よしよし、考えろねえと。ほら、暗いな、暗い。まずい、来てる。あ、窓の外に行けそう。行きましょう。バイナラー。ほんでと。あ、そこだ。ここか。マンホール、行きましょう。よっしゃ。まあでも曲が止まんないということは、まだこっからも、まだ追われているということか。アイリル、今おっさんたちがいたんで、バレてはいないっぽいんだけど、アイリル、あ、上にね、すんごい叫んでんだけど、どうすればここから出られる。うん、あ、お宝がある。一応拾いましょう。宝物コレクター入門になりました。はい、確認。装飾されたブレスレット。わーい、やっとる場合か。行きましょう。はしご？あのはしごを使うしかないってのは、あ、これか。このはしご行きましょう。まだまだまだ大丈夫っぽいよ。またなアホども。終わった。一つ肝心なことを見ようとして出る。何？認めなよ、お前は遊ばれた。ああ、そうかよ。ふっ、ずっと、おいおい、そこのトンマ、ショーが台無しだ。ショーだと？恥さらしが。ソーリー、一人ぼっちにしちゃったらかわいそうだろ。あ、うわ、来てくれたのかよ。どうだ、元気か。ああ、まあ元気にやってるよ。ソーリー、どうも。会いたかったよ。お小遣いあげちゃった。お前の金だけじゃなくて自腹まで切っちまったよ。なんだよ、臭いぞ。その葉巻よりはマシだろ。よくここが分かったな。それは君のお友達に頼まれてね。はい。ダメだ、入るな。なあ、待てよ。彼女を出してドアを閉めろ。中の方が安全だ。いいから少し落ち着けって。話を聞け。ありがとう。正直に言う、サリー。お前は全然人を見る目がない。特に女を見る目がない。確かにな。でも聞け。ひどい場所。はあ、そう。そうでもないだろ。見ろ、俺専用のバケツもある、うん、別の部署では8人で使ってた。聞いてねえと。ここまで来てくれたのは感謝する。だけどな、お前と不倫に騙されなければ、だから待ちなさいよ。俺はその人ダメで3ヶ月も来たらはみにはならなかった。悪いな、俺がお前のその胸に飛び込めなくて。私は何も関係ないわ。そうか、言ったでしょ、聞く耳持たないって。いいから、ネイト、あいつ船を見つけた。ボルネオで。そう。ちっとあまり好きは。なんであんたが知ってるの。フリンが自分で石のことに気づくと思うか。そうね、確かに。でもあいつらまだ見つけられてない。あいつら、フリンとクライアントのラザレビッチだ。マニアックなコレクターよ。あいつら最初からグルだったの。そうか、見つかってないならまだ時間がある。発掘場所へ連れて行け。あいつらが行く前にお宝を盗んでやる。敵も驚くわよね。たっぷり仕返ししてる。ここでサリーが合流と。見ろ、通称願いが叶う宝石、いわゆる聖なる宝だ。ああ、伝説の聖杯みたいな。そうだ。ありがとう。サリー、聞いてくれ。
サングリラには世界で最も価値のあるものが眠っている。それは深いブルーのサファイアの原石。両手で抱えられないほどの大きさだ。うん、何百万ドルの代物だ。何億ドルだろう。日記は他にもあるんだよな。山ほどね。ラザレビッチは大金を払ってマルコポーロの日記を入手して何年もチンターマニ石を探してる。フリンに探させてるんじゃ見つからなくても不思議はない。ラザレビッチのファイルがあれば俺なら見つけられる。ちょっと待ってよお兄さん、簡単に手に入るわけないでしょ。ファイルは彼のテントの中、テントは野営地のど真ん中にあるの。野営地は基地も同然、兵士たちがそこら中にいるのよ。だから奴らの顔見知りを使えばいい。相手が油断するやつ。ああ、オッケー、分かった、そういうこと。敵の気をそらせてくれ。5分時間を稼いでくれればそれで十分だ。本当に5分だけ？なら下着姿にならなくてもいいわけね。クロエ、俺が考えてたのは爆発で気を引こうと。それも効果がありそうね。乗るか？ああ、もちろんだ。お前より先に乗ってた。いいね、この B 級映画っぽいセリフ回し。クロエ、聞こえるか？はっきり聞こえるわ。もうすぐ着く。この B 級映画っぽいセリフ回しがたまらんですよ。OK、キャンプの周囲に爆薬を埋め込んどいたわ。あとはスイッチを入れるだけ。チャプター3、消えた船団。最初のがすぐ前にあるはず。今回はここまでにしましょう。